はい、皆さんこんばんは。はい、ということで、本日はキコーナチャンネル、キコーナ森口店から生放送です。お願いします。お願いします。ということで、まあ早速ね、コメントで将棋やろうぜーって言ってますけど、ね、やろうぜ将棋。やる将棋軽くやる帰ってこい。いや、今日持ってこようかと思ったけど、ちょっとね、ちょっと黒歴史になってしまうんじゃないかなと思いますんで、今日はちょっと一旦ちょっと持ち帰らせていただきますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はね、ニャンチュー店長と、じゃあ、新しいね、方が出られるということなんで、じゃあ自己紹介をお願いしてもいいですか。あ、はい、今年の、3月に出しました、はい、橋近と申します。はい、はい、橋近くん、よろしくお願いします。はい、お願いします。お年は、27歳です。27歳、はい、あら。なんか若く見えますね。あ、本当ですか。はい。あ、ちょっとじゃあジョークということでいいですか。そうですね。はい。ハシキンって。ハシキンで。はい。はい、じゃああだ名は今日ハシキンさんでやっていくということで。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあここね、なんかイーゼルがもういっぱいあるんで、じゃあこれはもう全部今日はハシキンさんにお願いしたらいい？はい。お任せください。はい。じゃあどこから？頼むわ。じゃあ。明日は安政に営業しています。はい、リーゲルショープンで、はい、海が増大して、はい、で、ハイスクールフリートと P おばけランドファイト鉄拳と、ドラム海と、はい、キャッツアイのアーマレジですかね、設定付きの、はい、でスロットでオーバースロットっていうかな、一応ね、ちょっと名前が長くてあれなんやけど、一応巷ではオーバースロットっていうふうに言われてますね。はい、はい、そうですね、はい、地域最大級です。あ、海が、はい、60台もあります。多いですね、はい、なんかビビ言ってますか、大丈夫ですかなんかエラー音になってますけど大丈夫です。はい、はい、海も、地域最大級60台多いですね。はい、はい、ドカンと入れました、はい、やっぱり大海なんかな、みんな。そうですね、いろいろありますけど、まあ、ぜひこちら、前回との寝台入れ替えでも全部ね導入済みということですの で, です、ね、はい、ぜひこちらもチェックしてください。はい、であとまあこっち多分ね、次9月の入れ替えの方がやっぱ気になってる方多いと思うんですけどもね。はい、じゃあこれも、そうですね、9月1日からなんですけど、はい、パチンコで銭形平次と、はい、PVV ゴジラ、はい、でスロットで、劇場版魔法少女マドンカマギーカ、なんで下の段から案内してるの、はい、下の段ですね、はい、9月1日から、はい、で、パチスロタイガーバニーですかね。タイガー&バニーですね、はい、タイガー&バニー、はい、で、9月2日から、はい、そして北斗エイト、はい、と、ルパンとエヴァンゲリオンと、ウルトラセブンのライトバージョンですかね、はい、じゃあ右側が、U パチモデルになるのかな。そうですね、はい、はい、1日が銭形回転で、はい、それ以外は2日です、ね、そうですね、ちょっと窓まぎ1日なんて思ってしまう、ちょっとね、誤解ありましたけど、銭形だけね、1日先回転、はい、で、あとそれ以外は、2日からの回転になりますの で, そうです、ね、お間違いないようにだけ、はい、はい、お願いします。もうじゃあこれ思い切ってね、思い切ってね、20台と1台、はい、北斗ね、はい、で、窓まぎ16台も入れました。これ多いっすね。これかなり気合い入れて入れましたんで。そうですね、はい、やっぱりこの初日はやっぱりね、もうこれめがけて来られる方多いんじゃないかなと思いますので、はい、もう2日はもう絶対にうち来てください。そうですね、はい、ぜひぜひ窓まぎ、まあ、楽しみにねされてる方はやっぱコメントでもおられますんでね、はい、ぜひぜひ2日からになりますんで、はい、はい、お間違いないようにだけ、もう先のはしてますので、ぜひ森口店来ていただいたら、筐体等はねもう見れるようにはなってますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。はい、ということで、じゃあ今日はこのお二人に、まあ、このコーナーも、装飾等もねちょっと気合入ってる感じですけども。そうなんですよ、はい、これがね、お盆前に、20台はい、増大しました。なるほど。花のケージですね。はい、ケージブラックということで、新花のケージ2漆黒の衝撃、はい、まあ、こちらをちょっとねこのお二人にシダお願いしようかなと思ってるんですが、はい大丈夫ですかね、今日ミドルタイプですけど
なんか言ってたやな、なんか何て言ってたっけ。あ、あの刑事得意なんで、はい、刑事得意得意、はい、あ、本当に、じゃあもう助かるわ。わかりました。まあやっぱりね、まあどうやろうな、一応ね100回転までにちょっと当てるっていうのをちょっと目標にしましょうか。じゃあ100回までに得意やったらいけるやろ。いけるっしょ。そうですね、はい、100回までに、はい、ね、ちょっともう余裕っしょ。はい、負けへんで、ちょっと100回までにちょっと当たらんかったらちょっとあれですね、ちょっと罰ゲーム1回ちょっとやってもらおうかな。ほらこんなになった、はい、こんなになった。はい、お願いしますね、はい、じゃあ、はい、期待しておりますので、はい、じゃあ、一応角とね、角にてありますので、まあ、黒の筐体と赤の筐体ありますけど、どっち行けます？選ばしてあげるわ。僕ちょっと赤の筐体の方が好きなんで。あ、思いますか、はい、あ、そうか、はい、分かりました、じゃあ、はい、カニキンさん、ハシキンさんね、はい、じゃあこっち行きましょうか。じゃあ天井は角で、はい、昔の森口みたいにきついのお願いします。一応今日箱が2箱ずついける2箱で、今ちょっとカメラセッティングします。ステージがね、これ20代増大で40代になってますんでね、はい、はい、多いね、40代は主です。はい、じゃあそうですね、右側が店長で左がハシキンさんで、一応ね、今、店長の台が370回からのスタートで、ハシキンさんが632回からのスタートなんで、まあ、一応100回転までね、ちょっと当たらんかったら、ちょっとね、刑事得意っていうのはちょっと返上してもらわないといけないかなと思いますので、で、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、はい、頑張ります。当てましょう、ぜひ。2箱でいけるって言って、あ、音下げます。大丈夫？2箱少なすぎやろ、当たるかって。まあそれまでに当てるってことでいいんかな。はい、当てます。当てます。当てます、はい、そう、店長もね、なんだかんだは当たってんねんけどね、なかなかちょっとつ続かなかっただけで。続かないですね。そう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 、なかなか前はあれですね、キャッツアイやったと思うんですけど、当たりましたっけ。あれは多分当たったけど、過去編にちょっと入れれなかったんやったかな。あ、そうなんですね。はい、確か。情けない、情けない。いや、まあ1時間で当てるっていうのもまあまあなね、ミッションにはなってますけど、いけるやんな、ハシキン、ハシキンが。あ、余裕です。はい、余裕やってさっきから言ってるから、ちょっとじゃあその辺は腕に期待したいと思います。ちょっと100回転になったらね、ちょっと今日は美味しい水飲んでもらおうかな。はい、美味しい水、美味しい水、頑張ります。7つの滞在のライトミドル打ちました。表記で1万2000発出してきたよーってことでね、あの台も、新内機でちょっと出玉少ないですけどね、継続率が高いので、何年ぐらいしたんやろうな。よかったですね。でもね、ライトミドルでも1万発出たらね、ちょっとホッとしますよね。得意、なんかそういう人に限って当たらないような気がします。なんだと。得意ってね、確かに言うてるだけのことはあるやんって言われるのか、こら吹くんじゃねえぞこの野郎って言われるか、どっちかですね。こんばんは、柔道のきこちゃん中毒者ですね。いつも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ライトミドル、28連しましたと、ね、おめでとうございます。やっぱね、90% 継続とかね、やっぱ 85% 継続ぐらいになるともう20連、30連は結構ね、データ表記が出やすくなるかなと思いますよね。森口は拡大計数機買えないんですかって言ってますけどね。拡大計数機？パーソナル。パーソナル？うん。そういう、どうなんすかね、お客様の声っていうのはあるんですか、やっぱり。あー、いや、直接聞いたことはないですね。うん、まあ、たまで住まれるのがお好きな方も多くいらっしゃると思います。なるほどね。今ね、多分コメントいただいた方は多分これは直のお客様っぽいんですけど。まあ、そうですね。うん、まあ、ただその時代の流れはね、やっぱりそうパーソナルなんで。なるほど。まあ、どこかで変わる可能性もあるかなとは思いますね。この森口のこう、なんですかね、近隣店舗さんとかは割とそういう拡大ケース機のお店は増えてきてるんですか？あ、そうですね、増えてきてます。そういうことか、はい、それでっていうこともあるかもしれませんね。そうですね、結構この辺はもういろんなお客様いるんでね、ちょっとどこに合わせていくかっていうのは結構大変かなとは思うんですけどね。
そうですね、ちょっとニコ生のその視聴者の方が増えてきたら、うん、アンケート取ってほしいですけどね。あの買えるか買えないかみたいな、あのパーサルがいいか玉積みがいいかみたいな。結構でも今どうなんでしょうね、その店長も言ってましたけど、こう時代の流れでやっぱ拡大係数機にされるお店がかなり増えてきてると思うんで、なんかそっちの方がもう慣れてしまってる方多いかもしれませんね。あ、一回慣れたらやっぱ玉やとちょっと手間かもしれないですね。ちょっとこう移動するときとかにね、なんかお願いするのがちょっとね、こうなんていうお願いしにくいって方もおられますしね。そうですね、確かにこう数字も拡大係数機の方がこう何玉出てるっていうのが自分で分かるからね、その辺のまあメリットもあるっちゃあるかなと思うんですけどね。そうですね、まあ、お客様のこうそのお店のお客様のね、こうやっぱ箱がいいねんっていう人が多かったらやっぱそっちになるでしょうしね。箱積みは移動がやっぱ不便かなっていう方もおられますね。あ、移動がやっぱり店員さんに言うのがちょっといちいちめんどくさいって方もおられますね。まあなんか申し訳ないなとか思うよね、なんかね。逆に箱積みの店見たことないって方もおられますね。あ、そうなんよ。やっぱ最近このやっぱあれじゃないですかね、 2,3 年でこう例えば打つのね始めた方とかはもう拡大係数機のお店が当たり前って思われてる方も多いかもしれないですね。確かに、あ、移動すると玉積みは箱、あの玉をねこぼしちゃうしっていう方もおられますね。まあ確かにこうねパンパンに積まれる方もおられますし、ちょっと動かしちゃうとねこうまあバッと落ちちゃう可能性もねありますからね。まあ、あとは店員さんのねこうあのやっぱり体力というかね、あの腰のこうなんていうのかな、軽減っていうかな、負担の軽減にはなるかもしれませんけどね。お、ハシキさんちょっとチャンスかな。ちょっとチャンスですね。一応赤系の演出から、連続予告ね来ましたので。そうですね、緑交流です。店長的にも拡大係数機の方が楽なんじゃないんですかっていうねコメントも来てますけど。あ、そうですね、うん、まあこれはスタッフさんがってことかな。あ、まあやっぱり円滑には回るようにはなるかなとは思います、ね、そうですね。お、橋木さんどう、これ自分の中の期待度としては。いや、ダメですね。弱い。はい、弱いです。やっぱ刑事はやっぱこれぐらいじゃちょっとね当たらないです、ね、そうですね、金絡んでも全然当たらんもんね。そうですね、熱い演出がやっぱね、ちょっと1個ぐらい欲しいですね。はい、山形から見てますでね、にゃんちゅーってありがとうございます。にゃんちゅーが得意な将棋するの毎回楽しみにしてるんよって言われてますけど。あ、そうなんですか。得意かどうかは分からんけど全然いつでもお相手になりますけど ね、はい、まあ将棋はうちにもあるんでね、いつでも必要な場合は持ってきますけどねまあでも塩谷さんのね思い出になったんやったらね、はい、そうですね、やってよかったですよ。ねえ、もういじりの最高のネタになりましたからねお家からこんばんは。窓かスロットで、ね、3発失敗したんって言われてますけど、これはどっちのことやろ、ハシキンさんのこと。あ、そうやないですかね。はい、別にそれは失敗しようと思ったわけじゃないよね。あ、そうですね、ハゲてるだけです、ね、3発失敗とかこんばんはって、ね、店長今回の北斗8どう思いますかってコメントもね来てましたけど、まあ慎重には大選定をさせてもらいましたね、うん、なるほど、はい、まあ、一応ね20代プラス低下しも含めての一台設置ということですので ね、まあ、この辺はやっぱり稼働してみないとわからないというところが大きいですよね。そうです ねいくらこう店長たちがいい悪いと思っても意外にお客様は良かったり悪かったりとかね、はい、ありますからね、はい、動いてみないとわからない。そうですね、本当にそれですね。最近は本当そうです ねまあ評判聞いてから打つの決めようかなーってね方もありますね。岩手からこんばんはーってね。あ、森口店はデータカウンターも古いしパーソナルとデータカウンターも最新に変えてくれお願いっていうコメント来てます直な直なが来たんすねこれね。今ってどうなんですかねデータカウンター、まあむちゃくちゃ新しいのとかやったらバレなんかな、こう動画入れれたりするやつなのかな今のやつって。そうですね、もうかなり古い方に属してる。あ、もうこれも古い方なんですね、はい、だから古き良きパチンコ店やと古き良きなのまあ分かんないですよね、はい、そういう感じで、まあ今やってる時にもうこう全部変えるかもしれませんしね。
まあ、そういうコメントはね、どんどんいただけたら、こうお声としてはね、今ね、はい、お伝えしますんで、全然いっぱいください。高知から来ましたってね、あげてるだけ、お前髪の毛あるやないかってね、昨日の主任に謝れって言われたけど、昨日ね、昨日ちょっとあの、八尾のね、あの中途左右で入られた主任の方に出ていただいたんですけどね、まあちょっとこう、はい、お察しください。失礼やぞ。あ、すいません。まあでもね、髪の毛を気にすることはいいことやっていうふうにね、某店長もおっしゃってましたけど、はい、この台は何にしてもキセル待ちかなってやってますね。いいですね。キセルとあとケージボタンとかかな、あとケージのこう 3D の横とかね、あの辺もわーっと絡むイメージはありますよね。そうですね。寝るまでに当たり見せてってやってますね。いや、当てたいですね。でも店長、森口の店で全部買えるんやったら相当お金かかるよねって言ってますね。そうでしょうね。まあ台数が台数ですからね、はい、まずまあちょっと48コーナーからとかね、固定貸しコーナーからとかちょこちょこになるかもしれませんけどね。データカウンターどんなんか見せて、あ、いいけど、そうやな、まあどうなんやろう、普通かな、普通やと思うけどな普通かな、うん、普通です。普通のデータカウンター、まあ、周りが最新になっていってる、ね、あ、そうそういうことだよね、はい、確かに設備投資やっぱねすごいかかりますからね、もうその辺はやっぱありちゃいます、店舗とこう本社との相談になると思いますね。そうですね、うん、私自身がねあんまりその設備とか、ほうほう、なんかめっちゃ最新のとこがいいとか、はいはい、あんまそういう感覚がないんですよね。だあの、まあ、最初に越したことはないと思いますけど、こちらその居心地といいますか、なるほど、うん、そういうなんでやっぱ店根付くかなっていう。なるほどな、まあ、この辺はね結構難しい問題ではありますけどね、まあ、あとはそのデータカウンターのなんてやろう、使いやすさとかもあるやろうしね、やっぱ新しい方が使いやすいかと思うし、逆に新しいのにしちゃうとちょっと使い方わからへんっていう方ももちろん出てくると思うので、そうやな、もうこの辺はちょっとあれやな、リフレッシュに期待かな、うん、あ、結構古いかも、でね、今は液晶ついてグラフ見れるもんね、多分ね、どこの店やったかな、木久扇さんもね、こう結構こう使ってるデータランプがバラバラなんでね、あのやっぱ新店とかはちょっと新しいのもう最初からね導入したりっていうのあるかもしれませんね。そうですね、今のやつは出玉がどれだけ出たとか見れるからでね、あ、そっか、上に出んのか、逆にでもあれよね、上に出んの嫌っていう人もおられるけどね、出玉これはわわよしあしやな、まあ、この辺はちょっとねもう井上店長には伝えてますんで、はい、あとはもう本社との話し合いになるかと思います結構高いからね、ほんとね、あー、そうなんですよね、まあ、高いでしょうね、うん、そう、今 UFO の恋恋男梅焼きそば食べながら見てますってこと、これ新商品なんですかね、男梅ってあのー何やったっけ、なんかありますね、アメちゃんのやつ、焼きそばあるんですか、焼きそば、なんか UFO とコラボがあるみたいですね、濃い濃いってことは別やるのかな、味が結構やあれかな、濃いのかな、なんか梅系とかそういうのは美味しいですよね。あ、店長は梅はいける方なんですか、なんかそういう、まあ、ポテトチップスとかあるじゃないですか、あ、はいはい、アイナーは美味しいですよね梅いける、どう思う、どう思う、確かにそこ話広げようとしてるこのタイミングでナンバーラムとかするやったのにここで聞くみたいな、どう、そうですね、梅好きですね、ハシキンはね、高知出身なんですよ、はい、あ、そうなんですね、今コメントね、高知から来ましたって方おられましたけど、さっきいらっしゃいましたよね、はい、高知はどれぐらいおられたんですか、そうですね、もう高校を卒業するまではずっと、はい、高知にいましたね、あ、はい、なるほど、はい、どうですか、大阪ちょっと住みにくいなとか思うとかあります、いや、特には何も、あ、大丈夫、はい、高知、まあ、帰ろう思ったら、やっぱ結構あれかな、大阪で慣れてしまうと、ちょっと大変やったりします、そうですね、結構大変ですね。コンビニ行くのにね、車使わないと。ああ、まあ確かにね、あの地はやっぱり、
あの人口はね多分大阪ほど多くはないと思うんですけど、距離がやっぱね。そうですね、はい。そうだ。そうだ。そうです。え、そんな車で行ける？船で行かなかった。それは高知に怒られるじゃないの。高知県に怒られる。ちょっとあのバカにしすぎです。いやバカにというか、桂浜って。ああ桂浜 ね、 そうですね、はい。あれなんかあれだかな、マネージャー誰か高知の方おられましたよね。出身中村マネージャーね。ね、A1 マネージャーもね。土佐のご出身ですけどもね。だからあんま自分高知のこと悪いことあかんねん。僕地元ですわ。地元やがな、ね。近隣店パーソナルみたいで通路が歩きやすくなったってありますね。あ、確かにね、箱詰めやとそのちょっとねこう歩きにくいのはありますけどね。まあこれもどうなんやろうな、難しいところですよね。そのなんてやろう、出てる感じが見えるのがいいという方もねおられますしね、なかなか難しいねこれね。過去どれくらい出たかとかいうのが今データで見れるからね、ということで。何だっけな、あの、でっかい液晶でね、あの、よく店舗の入り口とかにこう、前代見れるデータとか置いてるお店とかもありますけどね。それよりもあれかな、やっぱり拡大係数っていうのをそのデータとかで見る方が見やすいのかな。私もあんまりそのデータランプに関しては店長と一緒であんまりこだわりがないので、まああの見やすかったらいいかなという感じだからね。やっぱちょっとね立ち回りちゃんとされる方とかこうやっぱ見やすい方がいいというお声も多いかもしれませんね。まあ、その辺はね一つの意見としてあの受け入れさせていただきますんでね、どんどんそういうのもあったら教えてもらえたらと思いますね。はい、そうですね、検討はしていきたいと思います。そうですね、まあ、それでね、こうお客様も来ていただけたらもう本当に買えてよかったなと思いますしね。そうですね、やっぱまあ設備はね、もちろん充実してる方がいいですよね。まああの USB のね、あの差し口もないお店だって今だけあったりしますからね。まあ Wi-Fi つけた方がいいとかもね、いろいろありますけど。あ、ハチキン君、これはあんまりか。これはあんまりですね。星の数だね。もっと行こうかなと思ったら。あ、もう一個来た。開いたっすね。お、あ、もう一回行ったら、熱い。あるかもしれないです。行かない。お、あ、行かない。行かないや。ちょっと出たけど、行かなかったな。ちょっと、はい。あー、ちょっと弱いかな。お、でも、どうやろう。パリン。弱いか。弱いですね。あ、ここで掲示ボタンが出たら、あー、出なかった。出なかった。はい、ダメです、ね。詳しいな、さすが。ハシキン君、ハイシックスってわかる？え、ハイシックスですか？え、全然わかんないです。わかんない。これ何なんやろうな。私もちょっと初めて聞いた単語やけど。ハシキン君、得意って言ってなかったっけ？もうそろそろ30分近いけど。ちょっと、台の調子が悪いです、ね。台のせいにしとった。あとまあ、あと50回ぐらいかな。はい、100回でも。まあミドルだからな、ミドルででもあれよね、100回転以内で当たったらめちゃくちゃ嬉しいよね。いやもうハシキンはね、もうすごいパチンコ好きなんですよ。はい、あ、そうなんですか。はい、こっちに行くとしたらやっぱりケージが多いんですか。そうですね、最近はケージとか。あ、最近なんや。へえ。ニャンチュー大のせいにされたで、切れていいんちゃう今の。そうですね、台が悪いって言うの。後で引っかいときます。ちょっと顔引っかいとこうか。はい、すいません。遠回しに森口ダメイコール店長もダメってディスられたで。そこまで。ああ、そういう見方もありますね。そういう見方ね。そこまではそこまでは言ってない。話飛躍する。僕がダメイコールなんか気候な批判みたいな。あ、なるほど。いや、もう完璧に僕悪者でやりました、ね。ディスが。ハイシックスは FM コーチのことって言われてますね。あ、FM コーチだ。え、ハイシックスって呼ぶんですか。そうですね、はい。どっから取ってんの、ハイシックスって。そこら辺はちょっとわかんない。知らんのかい。ね、そうっすね。何やねん、その知ったかは。なんだろうな。だからそう言われたら、あ、聞いたことあるなと思って。なるほどね。はい、花のケージ増大したけど、そのせいでゴッドイーターが減大したから嬉しくないって方おられますね。あ、これ森口のお客さんかな。あー、お詳しい。もう森口に来ていただいてますね。はい、
あーなるほどね。そのやっぱ後継続機が好きっていう方にとってはやっぱちょっとあれか、現代になったんが辛いってことか。まだでもあの残ってるんでね。まあ、減っちゃったけど残ってると、ね、減っちゃったけど残ってるんで、はい、お客様のために限界まで。そうですね、はい、ゴッドイーターもそうやな。結構ね、多台数あるとこはちょっと厳しいかもしれないですけどね。そうちょっとね、稼働的にはね。皆様夏バテで食欲ないとき何なら食べれますか？店長、夏バテとかご経験は？いや、僕夏バテとかないんですよ。あ、ないんや、へえ、すご。夏バテっていうのがどんな状態なのかわかんないです。もしかしたら夏バテなってるんかもしれないけど気づいてないだけ。それ以上に食欲の方が上回ってるから。あ、じゃあもう全然そういう、あ、今日濃いのちょっといらんわとかもないんですね。そういうのはね、全くないんですよね。いいですね、めちゃくちゃ健康体ですね。あ、そうなんですかね。多分バカなだけやと思う、ね、いや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 、だってもうちょっと疲れたりとかしたら、あ、ちょっと今日脂っこいもんちょっときついなとか感じるかなと思うんですけどね。ならないですね。あ、すごいね。ハシキンコンはありますか？そうですね、毎年夏バテしてます、ね、そういう時は何食べるの？いや、もうなんか食欲なくなるんで。あ、全然食べなくなりますね。でもちょっと仕事しづらくない？食べへんかったら。いや、仕事は、はい、大丈夫な、大丈夫なんですけど、食べんでもいい人な、ハシキンさんは。そうですね、食べるより睡魔が勝つんで寝る方がいいや。はい、でも夏バテしてて食欲なくて食べへんかったらどんどん衰弱していくよ。確かに確かに。そうですね、力出ないよね。そうか、あんまりこの二人にあれやな、参考ならへんな。なんせ夏バテ知らずと夏バテしすぎて食べれへんっていう人やからな。夏バテってどういう状態ですか？もう本当にだから橋金君が言うように、食事がもう喉を通らないというかね。うもう食べる気も受け付けないし、食べ物を見たくなくなるんですよ、もう。あ、なんか飲み込めないというか、まあ拒食症まではいかないんですけど、もう本当ちょっと一時そんな感じになるよね。そうですね、あんまりに疲れすぎてというか。あ、なんか失恋した後みたいな感じで。ただ、あ、店長そこはご経験あるということでいいですかね。もうまあ確かに、でも何も食べたくなくなるかな。失恋した。夏バテってそんな感じな。夏バテイコール失恋みたいな。そうなん。あ、一時期はちょっとね、ちょっとの間ね。失恋って夏バテで食欲ないとかないわーっていう人もいますね。ああ、そうなんや。あるわ、その気持ち。これ店長やろ。私はね、ちょっと何年間に一遍そういうのが来るんですけど、もう本当にひどい時、ハシキンさんと一緒で、私ももう寝るだけみたいな、もう何も口にしたくないっていうのがあったんですけど、でもその時ね、一夏でやっぱ10キロ減ったんですよ。すごいな。あのね、そうするとやっぱね、仕事に支障出ますよね。もう力入んないんで、頭回らへんし。夏バテってそんな怖いんですね。もうね、なんかね、その時が究極ちょっとしんどい時あって。で、それ真夏やったんでね、やっぱりちょっともう暑いし、なんか頭回らんしで、ね、でももう無理やり食べてたんは、あ、やっぱもう春雨とかね、あとはうどんとかも本当に、なんてやろう、喉越しがいいもんって言ったらいいかな。そうなるとビールみたいになるけど、あんまりかまんでもええもんばっか食べてたかな、当時は。風邪とはまた全然違うんですよね。ちょっとね、違う感じですね。ほんとね、お肉とかも食べたくなくなるんですよね。お、叫んできてますよ、橋君さん。そうですね。あ、変わらんか。ガセかな。ガセでした。81.6 メガヘルツだからハイシックス。あ、そういう意味ね。あ、そういうことか。そうやな、ま、でも何も食べないっていうのはね、よくないので、汁物だったりとかでもいいかな。まあね、高知出身やのにね、高知のこと全然知らないんですよ。はい。でも、どうなんやろ、でも案外そんなもんなんかな。あ、そうなんすか。大阪とか住んでても大阪のことあんまり知らんかったりしますね。なんか観光地とかも別に行かないしな。あ、そういうもんなんすかね。僕あの、過去が終わった頃は、はい、カツ飯ずっと食べてたんですよ。え、店長カツ飯食べてたっけ。もうカツ飯ずっと食べてました。あ、ほんと。なんかおすすめとかありましたか？おすすめはね、もう美味しい店いっぱいあるんですけど、うん、僕が一番美味しいなと感じたのは、うん、あのロッキーさんっていうところかな。ほうほうほう。そこが美味しかった。加古川警察のちょっと上がったところなんですけど、うん、そこめちゃめちゃ美味しくて、へー、まあ、家からあの自転車で
30分ぐらい。めっちゃかかる自転車、はい、坂道やから坂道に登ってやったんで行ってましたね。へえ。そういう、ね、地元の子に聞いても、はい、カツ飯みたいな、はい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 、え、カツ飯食べないみたいな。確かに加古川の住民の方はカツ飯食べないですよね。そうなんですよ。あんだけね、町の中にいろんなカツ飯の旗みたいなのが立ってるのにね、うんうん、全然ね、あの関心がないというか、うんうん、そういうなんと一緒ってことかな。ハシキンのそのコーチのこと詳しく。でもそうね、私たちのコーチのイメージもやっぱりあの海のもんというかね、カツオが美味しいというイメージしかないから。そうですね、カツオとかあんま食べない。あ、カツオは結構食べます。食べるんかい食べねえ店長、そこは大丈夫らしいです。釣って食べる釣りはしないですけど、釣りスーパーで。え、釣りはしないの？あ、釣りは、はい、帰ったらしてます。やっぱするんや、はい、海近いもんね。そうですね、実家の前が海なんで。あ、そうなんや、すごい、ね、そうなん、めっちゃいいな、はい。もう店長ほんまに思ってる？え、店長ほんまにいいな思ってる？いいじゃないですか。ほんま？え、実家の、じゃあ泳ごうもだ、すぐ泳ぎに行けんねんの？そうですね、はい。お、店長海好きやったんやな。僕ね、海好きです。だから夏が好きでね。あ、そら夏バテせんわな。夏好きやったらね。夏好きですね。ハシキンが店長の胸ぐらつかんだら歌舞伎者って言うてあげる。確かにね。お、やったら次の日から来れないです。いやいや、2階級ぐらい昇進して終わるんちゃうか。やめてって言うから、今時は。あ、いろんな意味でやめて。最近 CR から P に変わってきたけど、右打ちグラウンドとかまあまあきついねーってね、消化スピード上げてほしいということで、まあ、あれが限界かなー。まあ、また変わりそうな気もしますけどね。夏バテで食欲ないとかね、私もないですとかと言われますね。ゴッドイーターは店の扱い方でメインに十分なり得る可能性があると言ってますけどね。まあ、そうな、最初ね、結構気合い入れて導入したんですけどね、何だったかな、16台ぐらい多分入れたと。そうですね、割と森口だけじゃなくてね、結構旗艦店のお店はたくさん入ってる店多かったですけどね。そうなんですよ。まあ正直思ったよりって感じだったですかね。そうですね、まあ中古価格は高騰してましたけどね、一時期。そうですね、うん、まあどうだろうな。まあ本当にその地域によると思いますね。やっぱ北斗とかね、ああいうやっぱ強い半券がこうやっぱ強いお店がね、多い店もありますし、まあそういうこうやっぱライトミドルが強いお店とかももちろんありますしね。そうですね、まあ受け入れられる顧客もだいぶこう違いますからね、なかなか難しいところであるかなと思うんですけど、案外ね、新本屋とかもこうまあどこにでもある台にはなりましたけど、必ずしも新本屋がめちゃくちゃ人気あるかって言ったらそうでもない店もありますし、結構難しいところではありますよね。グラウンド右打ち、グラウンド右打ちがしんどいね。グッドイーター面白いから残しといてくださいって言われますね。残しといてください。かしこまりました。ね、ちょっと要望はね、お伝えしておきます。ゴッドイーターは楽しいよね。ハザタリとラッシュ入れるのがきついけど。まあ、ゴッドイーターもね、そのミドルタイプとライトミドルと2種類あってね、最初はミドルが先行で入ってましたけど、どうなんですかね、ライトミドルで持たれてる方おられるのかな。ゴッドイーターは危険度 4.5 だけど、普通に当たるのがいいってね。昔は森口店のイメージは働いた社員さん店長になるっていう出世店舗なイメージがありましたけど、今はどうですか、今はどうですかって言われますけどね。今はなる人ともいますけど、はい、前みたいなその感じではないでしょうね。まあじゃあもう、まあ、最初の放送がね始まった時がまあ6年前で、やっぱ6年前と今じゃやっぱ状況全然違いますからね。そうですね、あとは人の数が違いますね、もう。ああそうですね、多すぎるんで、昔はやっぱりね、こう店舗数も今みたいにドカンってなかったし、まあそのチャンスも結構巡ってくる可能性もあったけど、今はもう本当にこんだけね、たくさんの店もあって、もう主任とか副主任もたくさんいるから、割とこうね、チャンスは昔よりはちょっと少ないかもしれませんね。まあでもね、真面目にやってはったらやっぱりそれなりにこう上がっていってる方も多いので、そういう方にはやっぱ期待したいところですよね。店長海好きやったら今度海打って
あ、海好きですよ。海、あの天海がねすごい好きで。お、天海。天海、一時期は天海ばっか打ってたんですよ。あ、そうなんですか。へ、はい、いいですよね。まあ、確かにね、海面白いですよね。まあ、次また太鼓の達人のね、海もまた始まりますし、はい、あれも面白そうでしたよ。そうですね、行きたいですね、あれはね、展示会ももう多分終わられてるとね、はい、思いますね。あれはね、ようできてましたよ、すごく、三陽さんもね、あの太鼓楽しそうに解説してくれてましたけどね、この間ね、はい、で、海、海リクエストがあったら海打ちますけどね。海打つ打ってくれる。ニコ生で、はい、橋金と橋金と橋金、海打つの。あ、僕海たまに打ちます。何海がいい。まあ森口はね、大海一番多分数は多いと思うんですけど。そうですね、大海打ちますね。沖縄、大海、あとはあれか、こうジャパンが今主流になってるんですかね。そうですね、ジャパンはまあちょっとなりを潜めてますけど、はいはい、まあ、大海主流の沖縄系で、そうですね、まあ、あとライトミドルのブラック海とか、うん、うん、その辺、うちのお店も海シリーズ100台、100台導入してるんで、多いですね、はい、パシキン、箱なこなったけど大丈夫。ああ、もう全然、鮭のウォーミングアップなんで、はい、大丈夫なの、夏バテした時は、ご飯に冷たい水かけてぬか漬けの漬物でサラサラ食べる。そうやね、やっぱ食べやすくするよね、やっぱね。ハシキンさんに聞きたいんですが、高知って日本で大丈夫ですか。あ、一応日本ですね、はい、一応で日本やから、はい、最低残念な播磨屋橋は行ったことありますか。あ、もう全然ありますね。これ播磨屋橋っていうのは高知の。そうですね、あの県庁所在地の高知市っていうところに、はいはい、その、まあ、播磨橋っていうのがあって、はい、まあ、すんごいちっちゃい橋なんですけど、これ残念なんですか。残念なんです、はい、そう、はい、逆になんか残念な橋ほどこうギネス乗りやすそうやけどね。そうですね、一番短い橋とかね、残念なんや。いや、店長、今度高知行った時はあの播磨屋橋行ってみてください。ありました。僕はあの、ね、四国はあの香川と愛媛は行ったことありますね。高知はまだない。徳島もあります。あるの。高知はない。あ、高知だけまだない、うん、高知、いいとこですよね。いいとこですよねって、私もごめん、高知行ったことないんだけど私もあの香川とかの小豆島止まりなんでね、ちょっとそれ以降が行ったことないんですけどね。ちょっとね、機会あったら行ってみたいけどね。でも絶対いいとこやと思うけどね。もういいとこです、うん、はい、そうですね。僕もね、あの兵庫の上の方の出身なんで。あ、そうですよね。そうです、この前も帰ってきたんですけど、はい、やっぱりちょっと落ち着きますよね。あ、帰ってきたって感じ。帰ってきて住もうと思ったら住めますか、また地元に。私ですか。はい、いや、住めないです。住めないの、なんで。それは違うんや。はい、違う。変えんの、やっぱ田舎としてがいいってことですか。いや、 やっぱりもうずっと高校から、高校出てからずっと大阪なんですよね。はいはい、まあ、やっぱり、まあ、住めないこともないですけど、やっぱり、うん、やっぱりちょっと思い出もありますし、思い出、まあ、濃いじゃないですか。はいはいはい、なんかね、そこはまだいいかなっていうまだいいかな、はい、まあちょっとこう老後とかね、ちょっとまあ60超えてからとかね、あ、そうです、ちょっと落ち着く時はいいかもしれませんけど、まだちょっと早いところですね。まだちょっと早いですね、はい、はい、森口最近寝台の数多くないって言われてますね。あ、頑張って頑張って交渉して導入させていただきますなるほど、まあその店舗判断というのもね、ありますけど、まあ、本社判断というのもあるのでね、その辺のうまい調整やと思いますけどね。どっかの県の漁師飯で、きゅうりなんか入った冷たいお味噌みたいなのにご飯にかけるのありますよ。あれ今食べたい。あ、でもなんか見たことあるけど、私きゅうり食べられんからな確かにそういうね、夏野菜いいよね。高知県、お店長、これは、あ、でもそれ、これあれか、さっき星3つ、もう一丁、もう一回、あー、これあかんやつだデジャブやな、これさっきと一緒。一緒です、はい、リーチは違いますけど、あれね、ちょっと期待度的にはそんなに高くないってことよね。そうですね、期待度も一緒ぐらい、
ね、高知県の有名人、島崎和歌子さん、広末涼子さん、窓かひろしさん以外で誰かいます？誰か、狭間寛平とかですかね。寛平ちゃん。あ、そうなんや。あ、店長勉強になった。狭間寛平は高知です。そうですね、窓かひろしさんとかも大阪や思ってました。まあ、あの今関西ローカルみたいなタレントさんですけどね、まあ、元々は高知県やったんやね。すごいね。ハシキンカツオは何番ズガラですか？え、何番ズガラ？わかんないっすよ。海物語で言うとってこと？あ、何番ズガラ。そうそうそう、何番ね。 4ですか？4な、あかんやん。4サメやん、ただの。カツオに変えてもらう？コーチの圧力で。ゴッドイーターのダメなところは翼筐体が嫌ってね、サッカーボールボタンは嫌だって言われてますね。はい、あ、金系です。え、金系出た？まだギリギリなんで。ええの？まあ、ええのって。姉ちゃん、あんま刑事詳しくないよね。いやいや、詳しいです。あ、詳しいよ。あの、素人目線で語りかけます。あ、ゾーン、あ、いいんじゃないですか。ゾーンも入ってるしね。はい。ええの？あ、いいです、いいです。ゾーン！ちょっとキセルが来たら、まあ、期待できるかな。緑保留やけどな。そうですね。変わるかな。あー、これ当たらんかったら、ちょっとあれやな、ハシキンさん。ちょっとあの、美味しい飲み物持ってくるわ。ちょっと弱いっすね、これ。20弱い？はい。最近森口で負けすぎて家に行けてないとか言われますね。そうなんすか。はい、すいません本当に、まあ、すいませんって言われですけど、まあ、またあの無理しないでね、ご自分のお財布の事情と相談して、またあの来る機会があったらぜひよろしくお願いしますよ。お願いします。どうな、店長地元にも思い出はあるやろって言われて、いや思い出がね、はい、あるんですよ、はい、ありすぎて濃い、濃いんですよね、なんか。濃い。濃いから、今はまだちょっとまだ。濃いからもうちょっと、そうですね。飽きてるってことですか？まだまだこっちでちょっと思い出いっぱい作っとこうかなと。いや、なんかあるじゃないですか。こう、はい、あ、ここ、あ、ここなんかみんなで来て遊んだなとか。はいはい。なんか、いろいろあるじゃないですか。はいはい。そういうのはあんまり感じたくないと言いますか。なるほどね。まあ、もうちょっと本当に20年、30年経ってからね、あの、行かれたら、もしかしたら、こう、そうですね。しっくりくるかもしれませんね。なんか寂しくなっちゃうんですよね。寂しくなっちゃう。あれ？これ全、完全に尻下がっていったパターンちゃうんですか？尻下がりパターンですね、これ。いいとこ全然最後上がっていかんかったもんね。もう止まっちゃったよね。やばいな、これ。ハシキンもう40分過ぎてますけど、どうするんですか？ああ、得意や言うたのに、このざまや。テスト版も込めるんで、あのね、一応今ちょっとテストでニコ生2画面にさせてもらってるんですけど、ちょっとそっちはね、あくまでも今ちょっとテストなんでね、コメントはちょっとこっちの本放送の方で読ませてもらうんで、まあ、テスト版もし見かけた方はちょっともう軽い感じで見といてもらったらいいかなと思いますね。店長、夜のお店がないと住めなくなっちゃったんですか？いやいや、そんなのは全然あれなんですよ。はい、そういうのは行かないけど、あの、利便性ですね。利便性利便性の話全然さっき言ってなかったけど、あとは濃い、濃い、あ、濃いね。もうやっぱり地元帰ったらやっぱ身内ばっかりになるんですか？こう親戚が多いとか。あ、いや、親戚はねこっちに出るんですよ、大阪にね。そうなんですか。へ、はい、だからまああれなんですけど、まあ、地元帰っても大体ね、この仕事からそんな連休で、うん、長期で帰らないんで。あ、確かにそうですね、2連休だったりとか、はい、家族と過ごしてまた共帰りみたいな。あ、なるほど。いうのが多いですね。帰るだけでも結構時間かかるんじゃないですか。うん、そうですね、2、3時間ぐらいはやっぱ見とかんとダメですよね。あ、そうですね、家から家やったらそれぐらい時間かかるんですよね。こんばんは、初見です。ケージに惹かれてきましたって言ってますが、全然当たれへんけど申し訳ない。全然当たれへんけど申し訳ない。いや、待ってました。その方のために大当たりを待ってました。はい、よく言うわ。まあ、ちなみに今もう140回、50回ぐらいは回ってますけど、ね、200ぐらいは回ってますんで。じゃあちょっと増えてきたし、そろそろ行こうか。そうですね。はい、本気出しました。
はよ本気出せはよ。この経費399でしたっけ。スペック表見たら319になってますけど、ちょっとね、まあ当たりかけたかなーっていう感じだけど、滑り落ちていった感じですね。そうですね。キセルはやっぱね、キセルないし、金予告だけじゃやっぱちょっと弱いな。そうですね。ハシキン3ケージで当たるときってこう、この予告多いみたいなのありますか、絡むとき。いやー、やっぱキセル予告とかですね、あとケージハットリーとか。やっぱその辺いるよね、やっぱね。ケージより天聖セブンを、増大してほしいという方もおられますね。あ、店長、これは、これ歌舞伎もの出てるじゃん。強い先読みです。あ、ほんまや、ゾーンがさっきのより上ですね。もう1しちゃった。4番のズグラの人の顔、ええー、な。どういうこと。4番誰やったっけ。なんか名前忘れました。名前忘れました。ええ顔しとるわ。毎回連続動画あるでしょ。ないかな。やばい。いや、あ、伊藤亮さん、いい。あ、お待たせしました。いや、お待たせしました言うてるけど。お待たせした。はい。あ、金来ました。ここまではね、ここまではいいですね。そうですね。はい。あとは着せる、着せるか、熱いあのリーチ行けば。歌舞伎もの出てたけどね、さっき。そうですね。店長、やっぱりここはやっぱ森口の店長さすがやなっていうところちょっと見せてください。あ、店長強いですよ、それ。あ、これは熱い熱い熱い。店長、これ逆に外したらもうほんまにバスゲームに近くなりますね。はい。店長、それはドヤ顔していいやつです。そうそうそう、当たったら、当たったらお願いします。感度は寝台出たら毎日放送するからそれは飽きるってことで、あーまあ今日はちょっとハイスクールフリーとやってたね。まあそれもそれでね、こう寝台見たい人にとってはいいことやかなと思うけど、あんまりその被らんようにせなあかんなと思うんで、ちょっと機種はね被らんようにはしてるんですけどね。当たらなくて持つタイプなので、通常中も、あー苦痛じゃないですよってことでね、優しい方おられますけどね。割とね、売ってる方は割とねプレッシャーかかってるんですけどね。4.5 は当たるはず。足らん部分としてはどこやろうね。まあ上ね、あのまたケージ関門出てますけど。そうですね。うん。あとそう、外したら心折れるやつ、それ。確かに。いや、これも外れたらもうやめるって方多いかもしれないな。四国や近畿や関西の人って言葉の違い分かりますか。違うですかね。まあでも確かにの、店長おられた加古川とかあっちのやっぱあの西の方とかはやっぱちょっと言葉違いますよ。お、当たった。よっしゃ。やっぱり店長は違うな。誰や、はしき。得意言うとったやつは。全然ダメでした。全然ダメでした。まだ時間あるけどね。いや、あ、でも店長ね、一箱半ぐらいで当たったよ。さあ、これで確変かどうかよね。これ、ハシキンさん、8でもあれやったっけ。確変ではないもんね。そうですね、8だと、そうですね、期待度が高いよね。はい。突入率 55% になってますんでね、ここで 55% 入れないと、ただの通常になってしまいます。4.5 渡るよ。僕は達也信じてたよ。タツヤ信じてた。 ありがとうございます。タランとしたら着せるやったけどねってことで、まああれでちょっと外れたらちょっともうな、完全な先走りやと思うよね。じゃあ前々窓か最速お願いします。最速もな、できていつやろね。2日にもう導入されてまったら2日か3日で放送できると思うけど、加古川放送が確か2日か3日だと思うんですけど、加古川はちょっと残念ながらね、窓曲げ入ってないんよね、その日。じゃあ、ハシキン笑てる、めっちゃ。なんや。めっちゃ笑う。笑うタイプか、自分は。あれ、復活もないか。え、これもう終わり。そうですね、多分時短100回で。55% なんか半分以上あるから簡単やろ、言われたけど。あ、でも
たら、簡単です。戻します。はしき、さっき319当てよう。そう、間違いないです。間違いない、うん、ここで引き戻すわ、頑張って。はしき、僕刑事得意なんですよ。どこ行ったん店長、おっとこ前やったけどな。ハシキンさん、またニャンチュさんのディスリですか。お前悪いやっちゃな。でも全然ディスリ過去編入んないですよね。全然過去編外れたら笑うとか、ハシキン最低。めっちゃ笑ってましたね。うん、めっちゃ笑ってた。今もうカメラで落としてないけど。今まで見たことない顔してましたよ。すんごい笑う。こんな風に笑うんだと思って。みたいな顔してた。店長やっちゃった。今時短中っすね。まあね、刑事は過去編入らなくても時短は100回つけますんでね。ここで引き戻せば。まあ時短100で引き戻すってどうやよね。ハシキンさんどうですか、普段振ってて。そうですね、結構引き戻したりとか。あ、そう、はい、あれ時短で、まあ北斗無双とかもそうなんですけど、時短で引き戻したことないから、あれ引き戻せる人すごいなっていつも思うけどな。ねえ、にゃんちゅう、これでハシキンの査定変わるね。そうですね。変わります。せちがらいね、せちがらすぎ。がっつり変わります。いや、これがやっぱりね、震えます、ほんまに縦社会。カツオ差し出したら喜んでくれるかもしれない。そうですね、はい、うん、明日ぐらいちょっとカツオ知れない。カツオ知れない , 笑ってる暇あんなら当てろって言われちゃいますよね。いや、もう言われるよ、ほんとに。ハシキンかわいそう、主任や店長に何の遅れる。しゃあないな、しゃあない。そうっすね、ちょっと交代してしまった。出世レースちょっと交代しちゃった。まあやっぱどうなんやろね、みんなこう最新代9月はまあね、北斗8、窓マギスロットがメインにはなると思うんですけど、どっち見たんやろうな。まあこれでちょっとね、その放送の優先順位は多分変わるかなと思うんですけどね。割とキコーナチャンネルのユーザーの方、パチンコユーザーの方が多いから、北斗8の方がええんかなとか思ってたんですけどね、個人的には。森口では、得意って言葉を使った人は恥をかく運命なのかな。将棋な。そうかもね、そうかもね。ここであえて銭形しようか。まあ銭形9月1日ですからね、まあ入ってたら早いことはできますけどね。ただどうしてもね、スケジュールとその入れ替えのスケジュールががっつり噛み合うかどうかかなっては思いますけど、まあ、北斗8に関しては先日ちょっと神津島の定休日ね、ちょっとお邪魔させてもらって動画だけ撮らせてもらったんで、まあ、それは9月2日にアップする予定なので、もし、まあ、北斗8がその最速で放送できないときはそれ見てもらったら嬉しいですね。2日はどの店がニコラバラって、2日は、どこやったかな、1日がね確か市場なわって、1日やったらでももう2日になってるから見てるとかない。そうですね、ただ最新で入ってるかどうかですね。入ってないとちょっとね、どうにもできない。入ってたらいいですね。そうですね、市場7手が死んだ入れが終わってたらいいですね。あの花は放送できますかってことですが、あの花はね、キコナチャンネルでは割とね、放送はやらせていただきましたね。YouTube にも動画は残ってますんで、もしよかったら、あの花ちょっと見たいって方おられましたら、ぜひ見てみてください。生放送もね、全然やる機種というか、信頼がない時は、割とリクエストとかも答えてますんで、もしね、見たいだったら教えていただけたら、参考にさせていただきます。店長終わった。やっぱりあれですね、笑われたからちょっと運気が下がりましたね。鼻で笑われた。ハシキンさんは将棋得意ですか。いや、将棋はしたことないですね。したことないんや、はい、大丈夫、将棋したことなくても店長負けるから。ハシキンさん勝てるから。田舎の子はするやろみんな一回は。全然してなかったですね。ハシキンさんって学生時代というか小学校の時とか何の遊びが流行ってたんですか。虫取ったり魚取ったりとか。ああ、健康的やね。そうですね。ああいうなんかテレビゲームとかはなかったんですか。テレビゲームとか、はい、テレビなかった。そんなことはないでしょ。テレビはありました。テレビもそんな見なかったです。
あ、本当ですか。もうなんかそういう釣りしたりとかしてる方が楽しかった。そうですね。へえ、いいね、なんかね。将棋はやってなかったね。将棋はやってないですね。そうか。昔遊びとかのね、なんか小学校の時部活があったら、あった人はね、やってたりとかしてたけどな。賞金銀のゼブラ柄が見たいという人もいますね。ゼブラ見たいね。なかなか放送でもゼブラ柄は出なかったですからね。見たいだい、バットマンのスロット。絶対嘘や。また見てみます。ハシキン店長と将棋やってみんひん。ちょっとしたいですね。ちょっとしたい。勝てるとよ、勝てるのか店長ね、自滅しはるから、いつもこの俺に勝てる勝てると思ってんの？あの、ちょっとだけちょっとだけ勝てると思ってる、はい、店長、見せ場だった20日早いわ、20日20日でいい。虫食べたり、魚取ったりしてたの。虫食べてはないよ。虫は食べてないですけど、はい、虫取ったりね。そうですね、釣った魚食べたりとか。え、さば、はい、けんの？いや、さばけはしない。さばけはしないんや。普通に焼くだけとか。そうですね、焼いてとか、はい、そうですね、親にさばかせて。親にさばかせて、はい、え、つくし取って、あの、食べたりした？あ、それはしないですね。あ、じゃあ僕の方が田舎かもしれないですね。あ、おマスター、僕つくし取ってきて、はい、あの、焼いて醤油かけて食べてました。つくしって美味しいんですか？まずいっす。え？めっちゃまずいっす。まずいんや。はい。どんな味するんすか？なんやろ、なんかあのたけのことかとはまた違う感じなんですね。なんか繊維の繊維食べてる感じですね。繊維食べてるって難しいな。繊維と、なんやろ、あの茶色い部分あるじゃないですか。おうおうおう。あんなんもう何の味もせえへんし、もう醤油かけたら食べれるんですか？不快感しかないですけど。不快感。まあ醤油かけて食べれんことないですね。まあ誰も食べへんやろな、少しは。うん、あとあの魚もね、手づかみしてました。すごっ、素手づかみ、うん、じゃあ川ってことかな。あ、僕川です ね、うん、まあ鮎とかいるよね、川やったら。そうですね。店長、高知バカにしすぎたな。そうですね、うちの田舎でした。ね、はい、大リクエスト、浜崎あゆみお願いします。 CR 浜崎あゆみもさすがにないけどな。次今度はね、新内家の新しい鮎も出ますからね。店長反則するから、店長2歩して終わるから。いや、まあ、反則しててもやっぱ勝たなあかんでしょう。あ、もうそこは ねじ伏せないと、そのものね。ヒーローになりきるんや。にゃんちゅうさんは麻雀できないの？麻雀できますよ。麻雀で、いや、でもね、店長ができるっていうのは一番怖い。この前も やってきた。はい、麻雀はじゃあもう将棋よりはできる。麻雀なんかもうあれですよ、はい、もう目つぶってでもできますわ。じゃあやってもらおうか。大リクエスト、麻雀物語でしたね。山菜採りとかはよく行ってたっていう方もられますね。そうか、まあ ね、そういうこう、なんてやろう、キノコ類とかもね、採ったりとか、まああれもちょっと毒キノコとかあったりするからね、その判別できる人がね、いればいいけど。危ないです、あの、ヒガンバナとか咲くじゃないですか。はいはいはい。これ食べれるんかな言って、ほう、食べようとしたんですよ、一回。ヒガンバナはあれでしたっけ、毒あるんですって、はい、えらい目に遭いましたよ。え、食べたんすか？あの、噛みました。あ、噛んだだけで。はい。どうなるんですか？なんか口の中がもう変な、荒れるってことか。なんかえらいことになりましたね。へえ、それもうすぐ病院行ったらどうですか？病院まで行ってないですけど。自力で治るんですか？すぐあの、口ゆすいで、はいはい、なんかあのポケットにあったアメちゃん舐め物飲みました。ポケットにあったアメちゃん、ペロ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 って飲みました。舐めた、治った。なんかちょっとした舐めましたけど。笑いすぎやろ。いや、もう今の言い方がね、つくし食べるよって言ってますね。酒のあてとかなんのかな、今やったら。麻雀今度してってね、店長目つぶってやってねってね。おい、鉄やかよ。僕なんやったら、はい、あの全部の牌をモーパイして、はい、あの何枚やるんですかあれ、麻雀って。いや、私もね、ちょっと麻雀はね、やったことないんで。53、100、今100枚ぐらいありますよね。ほうほう。あれ全部モーパイで当てますよ、僕。またそんなこと言うて大丈夫ですか？全部当てます。全部当てる。
でもね、まあ、誰やったかな、昨日のね、八尾の店長とか、豊中みなみの店長が、麻雀めっちゃ好きで、そうそう、なんか、人数集めてやりたいね、みたいな話をね、ぜひされたんですよ。そうそう、言ってましたよ。麻雀4人で打って、またニャンチューが1人負けすんのが見たい。お願いします。そのモーバイって達也やないかって、ヒロポン使ってるやろ。もう全部当てますよ。ハシキン、今度、アジサイの葉っぱ食べてみない？の葉っぱですか。鳥かぶとと一緒ぐらいの毒があるらしい。そう、死ぬやつですね。もうやばいね、それ盛られたら終わるやつやね。まあでもね、もうこうやっぱその地方に住んでる人とかはね、そうやってこう結構草とか食べれるって方もおったけど、よう見極めできるよなと思ってね、それがすごいなと思ってましたけど、私らはもうせいぜい何やったっけ、なんかピンク色みたいな花の蜜飲むぐらいですよね。ちょっと何の花かあれ、私わからんままずっと飲んでたけど、いや、カニとかいるじゃないですか、サワガニとか。ほうほうほう。あんなに捕まえてね、はい、で、火あぶりにしてね、火あぶり食べようとしましたね、それも。食べようとしてた。親、親、なんか友達の親にやめとけと言われて、やめました。やめました。はい。割と店長破天荒な子供やったんですね。いや、なんか食べれるかなって思う。好奇心湧くじゃないですか。なるほど。はい、身をもって体験するタイプなんですね。そうです、そうです。モーパイ外れるたびにケツバットでもいいです。あ、全然大丈夫。全然いける。へえ。全然もうね、店長ゴリラに育てられたんです。野生の感じがすごいよね、ここに来て。あ、そうですね、うん、あ、ツツジの蜜吸ってたら面白いですね。私もそうでした。ツツジも毒あるよってことで。あ、そうなんや。普通になんかこう遊んでて喉乾いたら言って、みんな蜜飲んでたけどな。やばいんやな、あれ。あの学校にあったやつですか。あ、そうです。なんかね、よくマンションとかでもこうなんか咲いてたら、みんななんかジュースとか飲んでて。女子はね、ようああいうの。そうですね、無視って飲んでました。無視ってやってましたね。どこあったんや。店長がモーパイで当てれるのって白だけやろ。じゃあ僕汚名返上しないといけないですね。この、そうですね、モーパイで。モーパイで。じゃあ次マージャンやな。お前や、お前や、ちょっとマージャン配信や。ドギモを抜くで。ニャンチューがドギモを抜かす配信。でもね、ちょっと人件費の兼ね合いで、はい、ニコ生2人しか出す気がないんで。2人2打ちになりますけど。2打ち。まあまあ、その辺は2打ちできるんであれば全然。森口マージャン配信お願いします。得意って言ったことを猛省しようぜ、ハシキン。そうっすね、もう、うん、土下座したいです。おそらく汚名返上どころか新しい黒歴史を刻みそうな気がするってコメント来てますね。目つぶってやりますよ、目つぶって。目隠ししましょうか。麻雀できる。いや、最近ちょっと、そうですね。あ、でもいるんですよ、麻雀できる子が。あ、そうなんですか。うん、その子と、僕と、僕目つぶってやって勝ちます。目つぶってね、はい、じゃあもう、牌持っただけでこう分かるってことですね。そうです。小学生時代のプチおやつ、ツツジの蜜やった。あ、そうそう、そんな感じでしたね、確か。4人でやるもんですね。私はほんまに麻雀は分かんないですね、もう全然。まあ、徹夜とか見てたけど、実際打ったこともないし、全然分からへんわ。ね、結構好きな、ね、店長とかはこう本当に集まってね、ずっとやったりしてるって言ってたからね、話そうっすよね。麻雀中学生からやってますからね。なんか麻雀しだしたきっかけってあるんですか。やっぱお家の方がやってたとかそういうのですか。まあ、絶対ね、誰かね、友達一人がね、はい、なんか兄ちゃんみたいなのがおって、はいはい、で、なんかこれ知ってるかみたいな、ほう、これ麻雀言うねみたいな、はいはいはい、はい、いうところから始まっていきますよね。あ、なるほど、うん、そっからのめり込んでいく感じなんですね。そっから天気を見て、あ、こうかこうかみたいな、うんうん、そんな感じでしたね。なるほどね。まあ、やっぱちっちゃい時からこう、あれよね、やっぱやってる人がいて、それ見てたりとかね、一緒にやる機会があったら覚えるって感じなんですね。そうですね。じゃあ今度の放送、バージョンお願いします。バージョン。いやー、ほんと黒歴史だったらちょっと笑ってしまいそうやけどね。バージョン。哲也より花灰の方が好きってね、歌ってもらいました。これ台の、台かな。花灰またあれやったっけ、なんか、寝台出るんでしたっけね。花灰？花灰。出るんですか？なんか、豊丸さんやったかな、かなんかからね、花灰出るってなんかコメント前いただきましたけどね。あれ面白かったですね、最初の。そうですね。
哲也は、あれやね、赤木と哲也は一応アニメとかではちょろっと見たけどね。森口では得意って言ってるのことごとくダメですね。いやいやいや任せてください。はい、達也が哲也になる配信楽しみにします。上手やな達也が哲也になる配信ちゃんとあのサムネイルあれにしましょうか。ハイ持ってこうやってこう構えてるとこにしましょうか。かっこよくそれずっと残るんでしょ。残るほんで中身見たらとんでもないみたいな。そうそうそう、いややなこれ。麻雀勝たんないとか言うてね、コメント言われる。まあネタやネタ、うん、おい、端金箱なくなるぞ。玉がなくなりました。ねえ、じゃあもう今一応これ緑になるのかな、保留。そうですね、もうええか、終わろうか。じゃあ負けでいいか、はい、ね、新しい花生えはローズテールとコラボですということね。まあ、大したことないの店長に負けてもうたからな。俺に負けるとかお前どういうことやん。ちょ、まだあの上皿にまだ、あ、まだ、あ、最後まで諦めたらあかんってことね。諦めてないよこれで当てるんで。あ、まあ分かんないよね、どうなるか。あ、リーチか。リーチですただのリーチですそんな店長びっくりせんでもただのリーチ。お、金よ。え、ワンチャンあるんちゃう。え、でも金だけ。え、金フスマでした。今店長見てなかったけどな。逆も、え、じゃあ保留普通やん。いや普通っすねでも 3点か。3点ですね。いや分からんよね、ここは知り上がっていったら。あ、でもないか。タイトルとかも普通やったもんね。そうですね。なんで金だけ来たんか分からんわ。なんで青なん。今更王になったで。そうそう、今更王になった遅いっすね。ただの後半発展しさみたいなアホやで、ね、だからね、カットインプレミア出ちゃうとかいうパターン、ワンチャン。金ふすまの青ホルでどういうこと黄色ちゃう。これ逆に強いってないよね逆にいいんですかね。いやそうですよね。まあそんなもんよね。何やったやろさっきの黄色めっちゃため息ですね一瞬だけ飛び出てきたけど何もなかった。終わりましょうか。はい、麻雀しすぎて背中すすけたらあかんで。これ何やったっけ、すすけのやつ。あの富士商事の台だったな、それは。いや、楽しみが増えましたね、じゃあ。麻雀ね、目つぶって。いよいよ本気のね、特技を見せる時が来ましたよ、はい、森口の哲也こと井上達也いい夢見れた、いい夢見れたあの金ふすまはちょっといらんよな。そうですね、ね、期待持てへんもん、ね、はい、はい、ということでお疲れ様でした。です、はい、本日は機構の森口園から、増大したばっかりのね、刑事2漆黒の衝撃の指導をさせていただきましたけど、残念ながらちょっと橋金軍が得意って言ってたんですけどこの手たらく弱っちのまあ手順もどやるほどじゃないからね単発やったからねまあミドルはそんなに甘くないということですね。はい、まあ、またね、次回、また試打する機会もあるかなと思いますんでね、その時はちょっと橋金君の本間のここをちょっと見せてもらいたいと思います。もうちょっとアーム鍛えておきます。アームね、アームまあもしかしたら麻雀も出なあかんかもしれんしね。麻雀、それまでは覚えておきます。そうですね、はい、ええー、もうあのすごい強い子おると思う。すごい強い子僕はもう眼中にいないと。上がってこいと。そうやな。いや、そのあれじゃない、あのスタッフさんを倒したら店長に挑む権利。あ、そうですね。そんな、せやなって、まあ、せやな言うてるけど、はい、まあじゃあ楽しみ。そうですね、ちょっと考えましょうか、はい、じゃあちょっと橋金君は罰ゲームさせなあかんっていうコメントがねちょっといただいてしまったんでじゃあ告知終わってから橋金君にじゃあね罰ゲームしてもらいましょうか。じゃあ先にじゃあ告知だけお願いしますね。こっちからこっち、どうしますって。ちょっとどっちします。こっちもいいですよ。あ、いいですか。こっちで、はい、はい、明日はね、休まずに営業してますということなのでお間違いないようにだけお願いします。そうですね、はい、はい、じゃあこれ、
これ寝台からです、はい、じゃあ、9月1日からで、はい、ゼニ型平時、はい、でパチンコですね、はい、で3台、はい、で上行こうで、はい、9月2日から、北斗8でルパン、はい、でエヴァでパチンコの、ウルトラセブン、あ、ウルトラセブン2、はい、で、PVV ゴジラテンション急に下がった。楽しそうに言ってよ。鼻水出そうになった。鼻水が出そうなの。はい、すいません。で、窓マギですね。はい。はい、で、タイガー&バニー。はい。はい、こちらが最新機種でラインナップ揃ってますんでね。はい、ぜひぜひ、9月2日最速回転になってますんで遊びに来てください。はい、お願いします。お願いします。ちょうど北斗ね、この斜めにちょうども見えてますけどね、こちら。この島にありますので交互期待ということですね。 VV ゴジラみたいに、ほんまかほんまに言うてる、うん、あれは名機になります、名機になります、はい、じゃあ店長一人で VV ゴジラ打つ配信でもいいかもしれませんけどね。それは嫌やな、それは嫌VV ゴジラ得意なんで、はい、ね、得意で得意ないのに得意、入銀やけどね入銀得意言うてるけどね、はい、入銀得意なんで、はい、ああそう、じゃあどうしようかな今日、昨日ねちょっと使ったこれ入れた？もう得意とか嘘ついてね、とんでもないんでね、そうそうそう、もうお仕置きしてあげてください。もうただの透明な水やから。お仕置き。ただの。はい、これ何ですかね。ただの透明な水やから。でも飲んでいいですか？飲む？あ、飲んでいいけどなんかちょっと変な感じだったら声逃げてな。あ、はい。一応体にいいもんですけどね。あ、体にいい。ただ美味しいかどうかは分かんないから。一気や。一気ですか？リアクション芸人じゃあ期待します。笑ってる。さっきの店長バカにした笑いこんな感じでしたからね。塩ですかこれ。にがりですか。にがりって飲んだことないでしょ。でも案外いけましたね。うそー、美味しかった。美味しくないよにがり。店長と飲みます？店長も食べてると思います。店長飲む気ないやあの人。いやなんか怖い。いや、にがり美味しくないよ。にがりってなんや。あ、でも後から来ますね。すごい顔なってるよ。はい。よくスーパーとかで売ってますけどね。そうですね。そうそう。のぎも飲ませる。のぎはじゃあ次回持ってきます。今日はちょっとにがりしか持ってきてないから。にがりね、まあ、海塩。まあ、さっきね、言ってたけど、マグネシウムですね。マグネシウム？はい、マグネシウム。はい、栄養系の食品なんで、いい、体にはいいもんなんでね、皆さん。まあ、にがり飲むときは薄めて飲んでください、はい、後から来ますすごい顔してるね、はい、ということで聞こえチャンネルは明日が、梅北ですね、スロットの配信になると思いますので、またぜひ明日も見に来てください、よろしくお願いします。店長ゴリラに育てられた実力見せてゴリラもう尽くしに、そうですね、野生の麻雀、うん、そうですね、はい、本当に野生の達也っていう意味を取れるようにじゃそうですね、頑張りましょう、いろんな面を見せていこうかな、そうですね、はい、ぜひまたね森口の放送ありましたらまた、ね、見に来ていただけたらと思いますのでよろしくお願いしま す。じゃあこんな感じで今日は放送も終わりたいと思います。八軒さん、店長お疲れ様でした、はい、視聴者の皆様も最後まで見ていただいてありがとうございまし た。それではさよなら、おやすみなさい、また明日、バイバーイ。いつも生放送動画をご視聴いただきありがとうございます。本当にありがとうございます。動画が面白かった、また見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた生放送動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。さよなら、バイバーイ。